二人がかりでこれじゃまるで話にならんな。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。孫悟空、貴様、新しいとっておきの技なんかないのか。へへ、すまねえな。はっきり言ってねえよ。ち、俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か？どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。だがこの技は気を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様、その間やつと一人で戦って動きを止めろ。わかった、食い止めてみっか。せいぜい踏ん張ってくれよ。魔炭鉱殺法。ふん、しつこいやつめ。貴様だけだと？どっちが先に片付けられたいかの相談でもしていたのか。やられるつもりはねえさ。でたらめを言うんじゃないぞ。助けられるわけがなかろう。その前にお前が死んでしまってはな。